けども、今日は本当に30分くらいで短いんですけどしていこうかなと思います。まだ起きてから1時間も経ってないねんけどやばいよな、やばい、ほんまに。ちょっと待ってくださいね。だからちょっとヨーグルトを食べながらラジオ風配信みたいなしようかなと思ってます。本当明日でもよかったんですけど、明日がちょっとね、お仕事が他にいろいろ入っちゃったので、ちょっと時間がなさそうだったので今日のこのタイミングにしました。顔が起きてないですよね顔がまだ寝てんねんけど、顔が寝てるよ。やばいですね。ちょっとこっちでツイッターのやつを見ながらやろうと思うんですけど、ユーザー名めっちゃプペルがずっと頭から離れへんねんな。あ、卒コン当選したでよかった。なんか当選したい人も落選しても人もいろいろいたんですけど、本当に昔からずっと押してくださってる方、多分押し登録の時間が長い方は結構当たってる方が多かったのでよかったなと思って。多分なんか卒コンとかってそういうので決まってんのかな、わかんないんですけど、ね、それやったらよかったなと思って、よかった。ちょっと待って、ログインできないから、これめんどくさいやつかな。めんどくさいやつかもしれない。卒コンは平日で難しいので配信ありますか？配信はあります、あります。またでもあれ、何々で配信するかっていうのは発表されてないんですけど、でも配信はあります。パソコンじゃないです、 iPad。 ヘンヤン今日はオフなの？いろいろやんなきゃいけないことがいろいろありまして。そうなんです。お、来た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 、いけたかもしれない。ハッシュタグ、来た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 、来ました。やっぱり倍率すごそうやってね。そうなんかな、なんかその倍率とかがさあんま分からんくて、どうなんやろ。私もこう数字として聞いてるわけじゃないかもわかんないんですけど、ね、お、ということでまあでもちょっとさっき一口食べていいですか？見て、ヨーグルトにいつもこうやって冷凍のブルーベリーを業務スーパーで買ってるんですけど、これを乗せて食べてる。最高。なんか冷凍やから溶けてからでも美味しいんですけど、私はちょっとシャリってしてるぐらいが好きっていう、まあどうでもいいんですけど、今日はこういう冷凍のフルーツだとマンゴーも常に家にあります。朝ごはんの時に食べたり、なんか夜ごはん食べてから
夜中にお腹すくこととかあるじゃないですか。そういう時にそう、そういうのは食べてる。なんか朝さ、最近はちょっと気にしてて、私朝をめっちゃ食べたら一日中お腹すくんですよ。なんかわかんないんですけど、だからご飯をまずそんなにいっぱいは食べないのにして、でお昼もちょっと最近はちょっと気にするようにしてます。めちゃくちゃよく伸びる。え、カスピ海、私カスピ海が一番好きな、このトロトロしてるやつ。あのシャバシャバ系はあんまり好きじゃなくて、トロトロ系が好きです。はい、ということで、じゃあ続いてちゃうわはい、アーヤンラジオルームっていうハッシュタグアーヤンラジオルームっていうので、今回はいっぱい募集したので、それをなんか一個ずつ答えていったりとか、全部じゃないんですけど、こう私が探っていって、はい、ピックアップしていきたいなと思います。もう41秒前にツイートしてくれてるのがあるから読みますね。ピロさんからいただきました。アイアンのやる気の出し方、モチベーションの上げ方を教えてくださいということで、やる気の出し方は、やる気の出し方、どうなんやろ、自分を焦らすこととか、まあ、何かによるんですけど、例えばダイエットとかだったら自分を結構焦らすことでなんかやる気が出たりします。なんかね、今日の夢で、メイクさん、仲いいメイクさんとなんかプライベートで会ってて、でその人にこう最近太ったよねみたいなのを言われてる夢を見たので、だから今も気合が入ってて痩せようって思ってますでもこんな感じで、なんかこうちょっと焦ったりするとこう、わ、やば、やろうってなりますね。あとモチベーションの上げ方は、なんか楽しいことを見つけたりとか、私やったら映画とかが好きなので、映画をネットフリックスとかそういうのでよく見たりとかしてます。だからなんか、なんだろう、ファンの方とかだったらみんなの活動とか踊ってる姿とか見ることなんですかね。うん、そんなのでもいいと思います。はい、じゃあ続いて、梅さんからいただきました。武田先生とお家でバーベキュー配信する予定はありますか。これね、わかんなくて、すごいしたいんですけど、そう、めちゃくちゃしたいんですけどね、なかなかあれなんですけど、でもお料理系というか、お料理にまつわることを卒業までにいろいろというかあるので、そちらも楽しみにしててください。はい、おすごい、めっちゃほんまにさ、ラジオみたいな感じのメッセージ送ってきてくださってました。いきます。続いて金魚さんからいただきました。アイアンさん、あやかさん、こんばんは。前回のラジオショールーム楽しく拝見させていただきました。さて早速の質問なのですが、あやかさんが MBS ラジオでやっているてっぺんラジオ、なかなか癖強めの番組だと思うのですが、公認のパーソナリティにはどんな子が入ってほしいですか、ということで、お、続きも書いてくれてる。いろいろと殻を破れるラジオだと思うので、まだ見ぬ一年を見たいメンバーなどいたら教えていただけると嬉しいです。個人的に山本美香奈ちゃんは、ラジオ向きだと思うので推薦しておきます。卒コン外れてしまいましたが、配信等で晴れ舞台を 見届けたいと思います。今後ますますのご検討とご活躍心よりお祈り申し上げます、ということで、ありがとうございます。そうですね、てっぺんラジオ MBS さんの方でやらせてもらってるんですけど、スタッフさんとも次誰がいいのかなみたいな、また決めなきゃいけないねみたいなお話をちょこちょこしてるんですけど、まあ誰ってまだ正直決まってないところなんですけど、そうですね、私がパーソナリティになってもう3年とかですかね。私もなった時は高1なるかならないかなったぐらいかな、4月とかだったからだったので、本当に何やろ、若いじゃないですか、一応若い中やってたから、こうあのトークテーマとかは結構どうしたらいいんやろっていう部分あったんですけど、こうやってね3年とかやらせてもらってると、
いろいろ話せるようにもなったし、なんか今トークがうまい子っていうのも必要なのかなとも思ったりしてます。こうココナの方が割とふわっとしてて、まあ可愛らしいココナワールドって感じなので、それもすごいいいと思うから、そうですね、なんかこうゲストのメンバーのことをどん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 掘り下げて聞いていってあげられる子だったり、うん、あとはなんかその場をすごい盛り上げて、こう夜なので、これが結構夜中なので、そのテンション、こうファンの聞いてる方、ファンの方の心をくすぐるようなことを言ってくれるような子がいいのかなって思ったりしますね。うん、なんかでも今までいろんなことをこうゲストで来てもらって一緒にお話しした時に、あ、この子こんなに喋れるんやとか、あ、こういう話もいけるんやとかっていうのが結構あったので、そうですね、まあ、誰になるのか多分私が決めれるわけじゃないんですけど、そう、楽しみですね。なので皆さん、私がペンラジオ終わっても聞いてください。ずっと私も聞きたい、なんかおもろ、面白いやろなってペンラジオとかどんなんのやろ。はい、ということでメッセージありがとうございます。じゃあ続いてタカさんからいただきました。アイアンショールームといえば100均と3コインズのもので部屋をきれいに飾ってたりしたイメージがあるんだけど、最近の100均や3コインズで良かったお気に入りなものとかありますか、ということで。そうですね、100均はダイソーに最近行くことがすごく多くて、あのコスメのブラシ系とかはすごい良かったなみたいなこう男性に聞いてもらってるのにこんなこうコスメとか言っちゃったらあれなんですけど、でもそういうのはすごく買ってますね。あと、あ、絶対100均で買ってるのが、あの iPhone の保護シートなんですけど、そう、なんか私結構ずっと指紋をつきやすかったりするじゃないですか、ずっと使ってると。それがすごい気にしちゃって、こう普段アルコールとかでバーって拭いたりするんですけど、ウェットティッシュとかで、そう、でもそれでもなんかつきやすかったりして、でも100均だったらこうすぐに気軽に変えられるから100均でやってるんですけど、それガラスのやつだから本当に割れないし、めちゃくちゃいいです。私 iPhone の画面今まで割れたことないです。そう、なので本当に壊れないし、こう自分が気になったらもうすぐに変えれるので、この間も私もすぐ変えたんですけど、そう、すごいおすすめですですね。あと3コインズは、なんかいろいろ買いすぎて、あとなんかスリコって言われてるじゃないですか、なんか3コインズおしゃれすぎて、こう3コインズに見えないものいっぱいあるんですけど、最近買いたいなって思ってるのはなんかドライフラワーとか、あのこうインテリア系がすごい売ってたりとか、あとなんか金の額縁みたいになってて、クリアのガラスが入ってて中に写真とか入れれたりとか、まあ、チェキ入れたりも可愛いなと思ってて、なんかそういうの欲しいなって最近思ってます。はい、以上です。じゃあ続いて、どうしようかな、お、これにしよう。コジャックさんからいただきました。メモリアルブック撮影の裏話をお願いします、ということで。裏話、そうですね、いっぱいあるんですけど、ナンバーで撮影を結構したので、そう、大阪から本当に、そうですね、まあ、まだちょっと公開されてないシーンがあるからあんま言えないんですけど、一箇所ちょっと外で撮影したシーンがあったんですけど、それ以外は本当にナンバーの劇場とかもそうですし、最近ね、そのオフショットで写ってる動画だったら、あとはこう部屋っぽいところだったりで撮影したんですけど、めっちゃ難しいですね。あの公開された映像の中から言うと、なんだろう、意外となんか少ないんですよね。なんか今回は、まあ、レッスン着、自分が普段使ってるレッスン着を使って撮影して、なんかその場でマストビーナウ、そうだ、マストビーナウを踊ったんですけど、踊れるだろうと思って、かかったら踊れるかなと思ったけど、なんかサビは全然踊れるんですけど、なんか AB メロ振りはなんとなく出てくるけど、
その振りの順番どんなだっけみたいな感じになってたりしましたね。でも今後多分いっぱいその動画、オフショット動画みたいなのが上がっていくと思うので、週1では少なくとも上がるって言ってたので、ぜひそちらも見てみてください。ごめんなさい、ガーンって落としちゃった。まなぶくんの名札も買った。そう、まなぶくんでずっと使ってた名札、あの最後卒業ってタイミングで、卒業式みたいなあったじゃないですか、そのタイミングでいただいたんですけど、そうそう、あれをねずっと劇場のロッカーに入れてましたね。あとは劇場のロッカーは反省会用のノートが入ってたり、なんか T シャツとかレッスン着教えた時に着れるように、あのファンの方からいただいたプレゼントの T シャツだったり、あのメンバーの生誕の時に本当にチームメンバー全員に T シャツをくださる、こう生誕員の方々がいらっしゃったりして、なんか特別に多分作った T シャツとかだったりトレーナーとかだったりするんですけど、それをロッカーに入れといて、何かあった時にシャッとレッスン着として着れるように入れてたりしてます、ロッカーは。はいはい、じゃあ続いて、どうしようかな、ちょっと待ってね、これが結構ね数時間前とかのやつばっかりやから、この辺にしよっか。はい、この辺にしようかな。お、ああこれにしよう。ハリーポッターメガネのひげおじさんからいただきました。お疲れ様です。ナンバトルの1クール目が終わりましたね。始まる前と印象が変わったグループはありましたか、ということで。そうですね、なんかそれぞれ見てて、あ、こういうグループなんだとか、こう想像してたよりも上を来てくれたグループとか、うん、いっぱいあったんですけど、なんか正直キュンマートは、あ、そうだろうなっていう、割と王道に来たというか、なんだろう、まあ、メンツ的にこう来るだろうなっていう期待をそのまま答えてくれたなっていう感じはしてます。うん、そうですね。あとは、昨日の超絶可愛いとかも、みんなこんな7期生上手くなってるんだっていうのはすごくびっくりしました。印象が変わったとかではないんですけど、こう、なんかあんなに踊りが苦手だった子がここまで踊れるようになったのはってすごいなっていう風に個人的に思いました。マイティとかすごい表現力上がってて、7期生本当に研究生と思えないくらいすごい表現力だったし、ダンスだったしとか、そうですね、なんか一人一人成長があるなって思える子もたくさんいたので、それはすごいいいなって思うけど、こういざバトルになった時にこう比べる時っていうのはそういう目線では見れないじゃないですか。そうそう、同じ目線で見てあげなきゃいけないから、そうなってくるとやっぱまだ経験値が浅いと厳しい部分もあるのかなっていうのは思いましたね。でも C ウィンクとかはなんか最後にウッホホを持ってきたのはすごい良かったんじゃないかなと思ってて、すごい印象に残ってるし、なんかみんながはっちゃけてて、あのおちゃおちゃしてる感じが最高になんかいいなって思って、そう、なんかね NMB っぽいし、こう割と、まあ、先輩後輩があるそれぞれグループだし、こう今回はその曲に合った子をセンターにしてることがどのチームも多いから、こう、あ、この子が全部センターみたいな感じではなかったからこそ、なんかそのセンターの子を立ててあげたりとか、先輩を立ててあげたりとかで、後の子はちょっと一歩引くような、なんか見え方見っていう風に私は感じちゃってて、ほぼどのチームも。でも C はそれがなかったなって思ってます、うん、なんか全部どの曲もちゃんと
みんな自分を出してくる、自分が自分がっていうのがあった気がして、うん、なんかそれがアイドルにはというか必要なのかなって、こう客観的に見てた時にその方が面白いなって感じました私は。うん、そう、私なんかみんながだからこそ負けたくない、横には負けたくないって思いがあるからこそ、こう団結力、チームワークとかこう一体感っていうのもあったのかなって思います。うん、でーす、こんな感じでいいかな。はい、じゃあそうですね、続いてどうしようかな。オートブックのエピソードとかね、いっぱいあるんですけど、なんか話せるところがまだこう映像がさ意外とまだ出てない部分もいっぱいあるので、あ、そう、でも、まあ、このじゃあひさしーさんからいただいたものでフォトブックに関するエピソードを言える範囲でお願いしますといただいてるんですけど、映像内にもあったステージ上で私がドレスを着てるやつがあるんですけど、あれはこのフォトブック、このメモリアルブックのためにこうスタイリストさんが用意してくださったんですけど、あれ青っぽいやつですごいね、お花がたくさんあってめちゃくちゃ可愛いんですけど、なんかあえてステージ上でこうライトを浴びてこう逆光で撮る感じとか、なんかめちゃくちゃエモかったし、こう残りなんか劇場に立つのも少ないですねって言われた時に、あ、本当だっていう、なんかそこですごい実感した部分も多かったですね。そう、でも卒業のドレスはまた全然違うので、それも楽しみにしててください。はいですね、これお、すごい、ちょっと本会さんからいただきました。忙しくて見れてないかもしれませんが、コンクールで見ているドラマはありますか、おすすめがあれば教えてください。私は知っているワイフと天国と地獄最古の2人と、うちの娘は彼氏ができないを毎週楽しみにしています、ということで、私こう知ってるワイフは録画しててまだ見てないんですけど、天国と地獄最古の2人っていうのと、うちの娘は彼氏ができないはめちゃくちゃ見てます。今、最古の2人さ、見てますかみんな、めっちゃ面白くないですか、めっちゃこう1話の時点でうわおもろいってなった。そう、なんか入れ替わ刑事と犯罪者がいて、それがこうずっと捜査とかしててもうちょっとで捕まえられるみたいになった時にこう中身が入れ替わっちゃうんですよ。そうそう、入れ替わった中で、まあ、どう生活していくみたいな、こう捕まるのか捕まらないのかみたいな感じなんですけど、すごく面白いです、めっちゃ好き、なんかああいう系好きなんですよね、結構好きです。あれ、あとみんな何見てますか、その最古の2人は入れ替わった時の高橋一生さんと綾瀬はるかさんの演技が変わったところがすごい面白い。うん、青の SP、 何それ面白いですか。あとさ、木曜劇場のやつってあれなんだっけ、あれこの間お兄ちゃんが見てたんやけど、あんまり忘れてた、広瀬アリスさんとか出てるやつ、あ、それセプスコイ、そうそう、それなんか面白そうだなと思ったけど、あ、それが知ってるワイフそれか、竹内涼真さんのやつ、あれ、あれめっちゃ怖いんでしょ、なんか言ってた、結構なんかみんな死んでいっちゃう系みたいな、でも気になる。うん、私も見てみますね。じゃあ次が最後ぐらい、もうちょっとあるですね。じゃあ
あ、これにしようかな。みさんからいただきました。今高校2年生で進路について少しずつ考えている時期です。でも自分はやりたいことが見つからず、どうしたらいいかわからなくなることが多くあります。はやかちゃんの看護師になりたいという夢がとても憧れました。どうやって夢を見つけましたか？卒業しても応援しています、ということで、ありがとうございます。嬉しい。でもそうですね、私が夢を見つけたきっかけは全然ドラマがきっかけだったから、なんかでもそれは憧れを持ってて、そこからなんだろう、いろんなことがあって、まあこのコロナっていう状況もあって決めたことだったので、なんやろ、でもなんか憧れからこうやって夢を見つけるってことも全然いいと思うし、あとは自分が興味あること、例えば絵が好きならそういう絵に関わる仕事とか、あとアニメが好きならそのアニメに関わる仕事とか、なんかお仕事って本当に知ってるものって多分少ないと思ってて、もうその何百倍も多分お仕事の種類っていうのはいろいろあるのかなって思ってるので、まあでも難しいのが、なりたいお仕事にみんなまあつくことが理想的ではあるけど、まあそれ人それぞれどこを重視するかによるんですけど、まあ私はやりたいお仕事をやるっていうのももちろんそうだけど、どちらかというとなんだろう、こう生活豊かにするために、楽しい生活を送るためにこう仕事をするっていうのも大事なのかなって思うから、そうだから、まあでも自分がやっててこう達成感やるある仕事とかっていうのはまあ続くと思うし、それは大事かなって思うけど、みんながみんななりたい職業につけるわけじゃないから、そうですね、なんやろ、夢を見つけたきっかけはだからドラマでしたね。でも本当にめっちゃそうやな、高2、難しいけど高2ででもそんなちゃんと決めようって思わなくても、だから最近なんか夢はない、まだ見つからないけど、だから一回大学に行ってみようっていう子もすごい多いので、全然それでもいいと思うし、はい、まだ時間はね、意外とそんな焦らなくてもゆっくりあったりするので、いいと思います。はい、お生田さんからいただきました。卒業ライブ最後の一食、別に当選しました、一言おめでとうと言ってほしいです、ということで、じゃあご当選された方、皆さんに、当選された方おめでとうございます。はい、卒業コンサート3月3日ですね。こう私グッズとかいろいろ作成するときに見てて、ほってやっと気づいたことがあったんですけど、私の卒業コンサートが令和3年3月3日開催ということで、3がたくさん並んでまして、さささ最高ということで皆さんお願いします。はい、こうさささ最高なライブにしましょうという感じでございます。え、すごくないですか。それにびっくりしたんですよ。こう、まあ、自分が例えばまあ名前とかに3とかは全然関係してないからあれなんですけど、うわ最高やんみたいなそう思ってた。そうです、はい、皆さん多分ね、あと 1,2 週間とかしたぐらいに、はい、皆さんにご協力していただくことも発信していくと思うので、それをちょっと楽しみにしてもらいつつ、協力してもらって、まあ、もちろん私の卒業コンサートで私が皆さんにお見せしたいものとかお届けしたいものを届けるんですけど、その中でも一緒になんか作るか、こう今までだったらコールができてっていうので一緒にライブを作れてたけど、それとなんか今回は一方的に見る感じになっちゃうけど、皆さんにも参加してほしいなって、積極的に参加してほしいなって思うので、はい、そちら楽しみにしてもらいつつ、ぜひ参加していただければと思うので、よろしくお願いします。グッズ楽しみにしてる、嬉しい、楽しみにしててください。はい、そうそう、あ、全然配信の方も参加できるし、あとはその事前にこう参加してもらうものとかもあるので、
はい、それはぜひね拡散してもらいつつたくさんの方に参加してもらえたら嬉しいし、うん、ライブがより盛り上がると思うのでよろしくお願いします。そうやっぱりねこう緊急事態宣言の延長とかも発表されて、まあ、でも多分途中で切れそうな感じも雰囲気も出てますけど、まあ、まだ分かんないんですけど、だからやっぱり遠方から来るのはちょっとって言ってくださる言ってる方も多いので、まあ、それはもちろんだと思うし、そうでもこんなね余興会でも、まあ、開催させてもらうこともありがたいですし、でもねうんこうまあ正直結構難しいラインだとは思うんですけど、はい、でも皆さんに少しでも安心して参加してもらえるようにいろいろ工夫してたりとか、グッズの方もそれ用のグッズというかなんだろう、みんなにそうやって協力してほしいなと、感染対策もしてほしいなと思って作ったグッズもあるので、それはぜひゲットしてもらって当日会場に来られる方は特に使っていただけたら嬉しいなと思ってるものもあるので、またグッズがこう公開されたら一個一個説明しながら、なんかこんなところがあるよとかこんな使い方があるよとか、多分私の手元にはまたない状態になっちゃうと思うんですけど、いろいろ説明していったりとか、はい、できたらと思ってるのでお願いします。はい、ということでじゃあ今回のアイアンラジオルームは以上になります。これからたくさんのメッセージとかまたずっとあのハッシュタグで募集しておきたいなと思うんですけど、まあ、今回ねちょっと30分とかっていう短い時間だったんですけど、なんかまあちょこちょここんな感じでやっていきながら、まあ、普段このコメントに配信の時に送ってくださるコメントに結構こう返したりとかすることが多いんですけど、なんかここのコメントでなかなか話しにくいっていう方もいろいろうんこうメールの返信とか見てると多かったので、こうやって事前に募集できたらなと思って今回こういう形でやってみてます。そうだからまあでも普通の配信もするのでどちらも楽しんでもらえたらと思います。なんか普段さ過ごしてて面白いことがあったりなんか怖いことがあったりいろんなエピソードとかもあった時にぜひここにこのハッシュタグをつけて、はい、投稿してもらえると私が見に行けますし、ご紹介しつつ私のねいろんなお話とかもできたらいいなって思ってるので、皆さんぜひたくさん送ってください、お願いします。はい、そしてですねあと来週ぐらいにまたてっぺんラジオの収録があるので、てっぺんラジオにもぜひメッセージを送ってください、お願いします。また多分募集がかかってると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、ということで以上になります。ランキングを読みます。いきますね。13位高月のすーやんさんありがとうございます。12位しんしぐさんありがとうございます。11位かずさんありがとうございます。10位しょうやくんありがとうございます。9位いぐちさんありがとうございます。8位ひろさんありがとうございます。7位元気くんありがとうございます。6位テルビリーさんありがとうございます。5位ようじさんありがとうございます。4位にくみさんありがとうございます。3位まねきねこさんありがとうございます。2位竹内涼真くんと見せかけてフィリップさんありがとうございます。はい、1位山本るんさんありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございます。こうやってなんかランキングとか見てるとね、こういつものメンバーというか本当に昔から来てくださってた方もたくさんこうやってショールームとかずっといてすごく嬉しいです。あとなんかツイッターとかそういう DM インスタの DM とかで昔から応援してくださる方がみんななんか当選卒コンの当選しててすごい嬉しいなって思いますね。やっぱり、うん、ずっと応援してくれてる方には特に見てほしいし、うん、そうですね、こう外れちゃった方も全然まだまだ多分一般とかいろいろあるのでこちらもチェックしてほしいなって思いますし、配信でもねあるので遠方の方とか今回コロナっていうのもあるのでなかなかね現場には参戦できないよっていう方ぜひ配信で楽しんでいただければと思います。
ということで、今度お昼の時間だったんですけど、皆さんありがとうございました。寝起き1時間以内からの配信でした。ありがとうございました。